皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTS テヒョンが2024年8月30日に韓国と米国軍の間で行われた演習、ウルチ2024に参加したと報じられた時のファンの反応。韓国のメディアユニット TV が YouTube に動画をアップロードした後、BTS テヒョンのファンは、X でハッシュタグ、 ハッシュミサークアプテンンブをトレンドにしましまたこの動画では BTS のメンバーが韓国軍と米国軍とともに統一省のウルチ2024演習に参加していたことが明らかになりましたこのイベントを知らない人のために説明すると米国と韓国の軍隊は北朝鮮の核の脅威に対応して共同防衛能力を強化するために設計された大規模な演習に着手します 8月29日までの11日間行われるウルチフリーダムシールド演習ではコンピューターによる戦争シナリオのシミュレーションと砲撃訓練を含む40以上の野外演習が行われます BTS のメンバーは民間防衛と避難訓練と並行して行われたこの演習に参加した1万9000人の韓国軍人の中に含まれていたアイドルのファンはソーシャルメディアで彼を称賛した X のユーザーが韓国ニュースでテヒョンに書いた。テヒョン、君をとても誇りに思う。キャプテンテヒョン、君をとても誇りに思うと別のユーザーがコメントした。キム・テヒョンは史上最も勇敢で強い人だ、と X の誰かが書いた。また、一部のファンは、暑い中での仕事への彼の献身は感動的で彼の努力の証だと述べた。 V が暑い夏の天候でも自分の役割で最善を尽くしたことを誇りに思うと、X のユーザーは言った。彼女は戦士だ。彼が熱中症だったことを皆さんは覚えていますかそれでも彼はこの天候で全身黒の制服を着てすべての任務をこなした。一方、ファンは、チェウシクの所属事務所が、キム・ダマイとチェウシクが次のドラマで再共演するという噂である。 百の思い出への彼の出演の噂を否定した。2024年8月30日のジョイニュース2 4の報道によると、100の思い出はウシクの所属事務所によって否定された。ドラマのキャスティングプロセスはまだ進行中であり、彼の所属事務所によると、チェウシクはこのプロジェクトで役をオファーされたことはないという。しかし、ファンは2人が再び共演することに興奮している。皆さん、 今日のビデオは以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。